スマイリー菊池、ジャニーズ起用問題について持論、企業に不買運動をけしかける人間はクレーマー。タレントスマイリー菊池、51、が12日に自身の X、旧 Twitter を更新。ジャニーズ事務所の性加害問題から付随し、クレーマー、だと思う人々の行為について綴った。コジャニー北川元社長の性加害問題をめぐり、NHK は12日、ジャニーズジュニアが出演する同局の音楽番組、ザ少年クラブの16日の公開収録が中止となったことを番組公式サイトで発表した。11月10日と17日放送分を収録する予定だった。スマイリーは、この件を報じたネット記事を添付し、様々な問題を抱えているのを知った上での話ですが、先週子供と不二家の前を通った時、店内のポップを見た子供が、あ、スノーマンだ、と喜んで店に入りました。排除がコンプライアンスなのかわかりませんが、企業にクレームや不買運動をけしかける人間はお客ではなくクレーマーだと思います、と試験を投稿した。